はいどうも、ダークネスロースです。えー、っと、うん、20日やなもう、もう20日ね。早いな、11月20日。ね。<laughs> もう11月終わるんやな。11月が終わるっていうことはさ、もう12月ってことやろもう1ヶ月やからな、今年。そのなんか、あんま実感ないけどさ。うん、まあ、 俺も言うてたもんなもう10月終わったら一瞬やでってもう今年なんて今年なんてっていうか一年なんて一瞬やでっていう話をねまあその今年に限った話じゃなくて今までもずっとそうやけどもうねその時期になったら一瞬やでみたいなことは言ってたけどさなんやろまあそのいろんな一年があるやんかまあ,そう俺 <laughs> まあ俺にしてもそうやけど 多分みな皆さんその聞いてくれてる人も皆さんもそうやと思うけどその1年によって違うやんかその例えば10月が終わったらもう例えば11月になったらね、まあ、今そうやけど要はハロウィンの時期が終わったらもうあともうね今年なんて一瞬よみたいな話たまに俺もするし他の人もたまに言うけど、まあ、あと1年。 1>, 1ヶ月とか2ヶ月になったらもうあと一瞬やでみたいなことって言うけどさあと師走とか言うやん12月ねでも12月なんか一瞬やみたいなこと言うけどさ実際さみんなさその1年違うわけやん例えば20年生きてる人だったら20年のうちのそのねずっと例えば学生の間とかさまあ学校上がる前のちっちゃい頃とか。 学校卒業した後と何仕事してるのか、まあ、バイトしてるのか分からんけど、まあ、夢に向かって何かしてるのかもしれんけど、まあ、そういうふうにさ卒業した後なのか多分1年みんな違うやんかじそのあの数字で言ったら同じ1年というかもう12月やけどその、まあ、めちゃくちゃハードにバイトをあの居酒屋とかでさ <laughs> ハードなバイトをしてる1年なのか。 で12月なんかまあ書き入れ時やから忙しかったりするやんか忘年会とかあるしで、まあ、そその飲食だけじゃなくてさそのいわゆる接客系の仕事なんかでもさ、まあ、言ったらその年末年始の休みなんかないからうんその時期にまあせっせと働いてたその1年なのかもしくは普通に学生だった1年だったらさ その12月って言ってももう12月の後半なんてさ冬休みに入るから実質ねそのでしかも年始で1月7日ぐらいまでね冬休みやからうん言ってもみたいなとこあるやんかもう要は2223日ぐらいにはもうね冬休み入ったりするからいや学生やったらあれやしでまあ社会人だったとしてもその。 大手というかそのサラリーマン的な仕事であれば冬休みではないけど正月休みとか年末休みってあったりするやんかまあ大体クリスマスあとぐらい今25日あとぐらい26からとかまあその公の期間あの市役所とかそういうそのなんだろう公務員の人だったら。 28からとかが多いんかな。27とか28ぐらいから休みなんかな。で、そっから、えっ、ー、と、3日まで休みなのか、4日まで休みなのか、まあ、そんな感じやろでしょ。うん。だから、まあ、大体の人がその辺休みやから、 その休みそこが休みその年末のねもうその20日とか25日とかまあいわゆるクリスマスの時期とかさそのぐらいの時期が休みなのかどうかってかなりでかいやんかそこがずっともうバッチバチにもうバチクソそこ仕事してるもう忙しくてぶっ倒れそうぐらい仕事してるのか家でゴロゴロしてるのか家族でワイワイ過ごしてるのか全然違うやんかだからなんやろその。 1> 1年ってみんな違うし同じ例えば俺だとしても去年と今年って違うし他の人でもそうやんか。やけどさどんな1年だったとしてクソ暇な1年だったとしてもそのまあめちゃくちゃ忙しい1年だったとしてもこの12月の時期というまあまだ12月にはなってないけどこの11月の終わりから12月ぐらいの時期まあ要は年末の時期ってさやっぱ早いと思う。 あのど,どんなに状況が変わってもどんなに事情が違ってもやっぱ早いわもうこの1ヶ月もなんかうん、なんかさ油断してたらなんかこう俺毎日こうやってさラジオ配信してるけど油断してたらなんか次の瞬間にはさもうなんか年明けまあ年明けは言い過ぎやけどもうほんまクリスマス今日クリスマスやねって言ってる気がするもんもうちょっとしたら、まあ、まだあと1ヶ月ぐらいあるけど 1か月ぐらいというか1か月ちょいあるんかな今日が20日やからほぼもう1か月やねでもクリスマスまでなもうほんまになんかクリスマスのその商品とかグッズとかが売り出してるしあの場所によってはクリスマスソングがなクリスマスソングってあの <laughs> バック,クナンバーのじゃなくてあの <laughs> いわゆるクリスマスソングねいろんなまあ昔のから今のからいろいろあるけどそういうのがまあその外とか お店とかで流れ始めてるからまあまだ言ってもでもね雪とかが降ったりとかしないからまだ雰囲気出ないけどね。あとまああのまあ俺も大阪やから大阪だったら御堂筋にあのイルミネーションがあるやんか。あのああいうのが出てまあもうすでに出てきてるけどああいうのが出てくるとあのやっぱり雰囲気は出るよね。 年末っていう感じもするし冬っていう感じもするしまあただね一人で歩いても何も楽しくないけどねこれねほんまにさその何て言うの相手がいなくて寂しいとかいう話ではなくてさあの昔ねその昔ってほど昔でもないんやけどほんま23年前の話なんやけどあのね当時 その付き合ってる女の子がいてその子が23年前よにまあ言ったらそれなりに長くでもないけどその子との関係が長かったんよ要は付き合ってる期間はそんな長くなかったけど言ったら空き空き間空いてたりとか一回別れてまた付き合ったとかしてたからあの付き合ってる期間は,実はそこまで長くないんやけどただその付き合いが長いんよねその子。 普通にネット上の知り合いから始まってたりとかするからめっちゃ付き合い長かってんけどほんま学生の頃からの付き合いやったからその子がまあそんな関係やからさ言っても付き合いも長かったからそのんやろな悪い意味でその慣れちゃうんよね感覚的にお互いにだからその例えばさデートするとかさどっか遊びに行くとかってなってもさ基本的にもうもうなんか。 その適当って言った言葉は悪いけどもうほんまに買い物に行くとかもうほんまに必要なことだけなんよねなんかその非日,日常のサプライズまあサプライズはしないけど言ったらそのデートに行くからこういうとこに行くとかそれさっきのイルミネーションとかもそうやけどそういうふうにデートのために行くみたいなそうじゃなくて買い物ってさ単に2人で行ってるっていうだけであってさ別に。 1その一人でも行くわけやんか別にその子がいなくても行くわけやし別にデートじゃなくてもいいわけやんかでもそういうところにしか行かなくなってたんよね基本的に買い物に行くとか、えー、あと何やろうなうんなんか食べに行くとかほんまにそんなんしかしてないなんか食べに行くっていうのもなんかち,ょちゃんとしたとこに行くんじゃなくて普通になんか んだからどういうとこ行ってたかな寿司とかなんかな俺が寿司食いたいとか言ってたから多分その回転寿司とかに行ってたんかな多分ねん。そういう感じしかなくて全然そのちゃんとしたお店その予約取っていくようなお店に全然行ってないしんだったんよね。でまあ俺もまあそれはちょっとたまにはそういうのした方がいいんかなっていう気持ちは多少はあったけどぶっちゃけめんどくさいっていうのもあるし別にさ そのまあこれ女の子にしたらちょっとあれなんかもしれんけど何て言うのもうその,その人といる空間がもう楽でいいわけやしすごく心地がいいわけよ楽っていうとちょっと言葉悪いけど心地いいわけよねその無防備に過ごせる空間みたいなまあ言ったらその子がまあ半導体みたいな状態って家にその1日2日泊まったりとかその休みの日とかね ししててくれたたりとかしてたから全然その俺の方が泊まれないんやけどね向こうあの実家暮らしやったからその当時の付き合ってる子が実家暮らしやからさすがに家泊まれへんけどそのこっちは俺1人暮らしやから1人で泊まりに来てくれてたんよね。あのうーん なんやろうなもう落ち着くんよねもう部屋に追ってくれる方が <laughs> どっか行くっていうのもさ時期的にもまあ今ちょうど今ぐらいの時期よ11月とか12月ぐらいの時期やから寒いやんか言っても <laughs> めっちゃ寒いやん12月10 11月11月12月ぐらいやからやからもうなんか家で過ごそうよみたいな,な,ん,かなんか買ってきてさ適当にさで一緒になんか食べてさでなんか楽しく過ごせばいいやんみたいなところがあったよねずっと。 でまあ普段は多分その子もそれでよかったんやと思うけどそのいわゆるねクリスマスとかねそういう時期が迫ってたわけやんか12月とかでね。だからまあ言ったらそういうああのまあ記念日ではないけど特別な日やんかクリスマス特にカップルだったらさあのイブとか特別な日やってするやんか。言ったらそういう日にあの特別なことを何もしないっていうのは。 まあ、あまりにも悲しいというかっていう部分があったんやろうね。でね、多分ね、その子は、まあ、俺もそうやけど、まあ、お互いにツイッター知らなかったんやけど、俺とその、その付き合ってる子ね、お互いのツイッター見てないんよ。お互いの証知らないんよ。やけど、お互いにツイッター見てるやんか。だから分かるんよ。何が言いたいのか。言ったら、多分ね、周りにカップルとかそれなりにいると思うね。まあ、俺もいるし。 そういう子らがさ「どこどこ行った」みたいなクリスマスならどこどこ行くみたいなことをまあ言ってるのは見るんよねでも正直俺もそんな気にしてなかったよぶっちゃけあんま興味なかったし他人のことにでそのただその子にしてみれば結構そのなんだろうなそういう周りでさカップルがさその「どこどこ行ったどこどこ行った」ってやってるやんかで逆に言ったらその、まあ、彼氏彼女おらへん人なんかは こんな時に彼氏彼女いないの寂しいよねって言ってるやんかでも言ったらその俺と付き合ってる子に関して言えば言ったらいるわけやんか俺,俺と付き合ってるわけやんか要は彼氏がいるわけやんか言けどいるにもかかわらずそういう特別なことができてないっていうのがあまりにも悲しいみたいなことをその俺が直に言われたよねなんか喧嘩した時かなんかにうんだから俺あのなんやろうな基本的にその サプライズとかがめっちゃ嫌,なんよ、ね、嫌っていうかあのー、何やろうなもうさっきも言ったけどその例えばその人との関係がすごく落ち着いた時にその人との一緒にいるのがすごく心地いいんであればもうその心地いい空間でずっといたいんよねもうただもう安寧に過ごしたいんよもうなんかそのサプライズみたいな変わったことすんのもだるいんよねもうただ単にそのこと言うのが楽しいだけやからそのことどこ行きたいとかないねんな もう言ったらその子といんのが楽しいわけやから一人だと寂しいわけやんかでその子が追ってくれたら一人じゃないし寂しくないわけでしょもうそれって十分ないよね <laughs> だからなんかするのもなんか例えばそういうクリスマスだから特別なことをするっていうよりもクリスマスやから一緒に過ごしたいっていうことしかないんよねだから何も考えてないしうんまあそれはよくなかったのかなとは思うけどまあ考え方の違いやからな何とも言い難いけどね うん、ほんまにね、あのー、このスイカちゃんみたいにねにっこりしてなんでスイカこれまあ毎度毎度言ってるけどこのサムネの画像全く意味ないんやけどかわいいよねこのねにっこりしてね <laughs> これ無邪気な感じがねそのスイカちゃんのねいいよね割と好きよ、うん、なんか鬼って感じしないよね、まあ、角がちっちゃい映ってるから、まあ、鬼,鬼だけど あんまりねそんな感じなんか力強さはないまああの勇気ちゃんとかさ、うん、みたいな感じの力強さはそんなにないもんねまあ強いは強いけどね実際うんはいまあそんな感じでねまあ与太話をねちょっと15分ぐらいねさせていただきました、はい、えーとねまあそれとは別にえっ、ー、とゆっくり茶番の <laughs> まあいつものうまうまダンスあのー 音楽に乗ってピカチュウとあとゆっくりが踊ってる動画っていうのをさっきあげたんで、まあ、よかったら楽しんでください。はいえー、そんな感じでダークネス・ローズでした。バイ。